妹、白川玲がですね、デビューしたということで、白川の兄、花田祐一が一足先に、全16年間、デビューして、いずれ誰とはただでさえ批判されやすいという、白川の兄という声をデビューするのにネガティブな声が伝われてしまっているということで、高野のコーナーですね、2018年10月に離婚したけど、彼らの間には長男の祐一、長女、そして次女の白川の3人の言葉がいるということで、白川はですね、パレッジポカポカでレギュラーを務めるので、芸能界デビューを果たしたということで、白川のデビューに兄がちらつくということでございました。ということなんですけど、歌手や俳優などの祐一はね、やってないわけで、ね、それらの才能は開花せず、ちなみに靴職人についてはですね、2022年いっぱいで、新規事情一旦休止している、白川家族共演を NG しているということなんですけどね、飲みすぎた兄の暴露ということでね、妹が大好き、ライザー結婚したいということでね、僕に意見、妹ということで、一緒にお風呂に入って、チューとかしてるということでございますけれどもね、これについて思うことなんですけどね、気持ち悪いといえば気持ち悪いけど、でもやっぱり、なんだろうな。妹っていうのは素晴らしいことだと思いますね。ということ、いい意味ではよかったということだけれどもね。まあ、なんていうか、でもね、頑張ってほしいよね。靴は、いろいろやってるけどね。まあ、靴も一つのアートだとは思いますし、だから全然いいと思うんだけど、ただ一つ言えることは、この人の靴は、めちゃくちゃ硬そうってことですよ。ということでね、いや、ちょっと問題だよね。まあ、あれよね、実際、玉木浩二の多分近くでずっと、活動をしていたわけだから、でもそこまで、まあ、歌も下手ではないと思うし、だから、ちょっと聞いてみたいなっていう気はするよね。まあ太田さんなんかイケイケだとかそういう言われたこともいけ意外と決まったものさんとかでなんかこうだったらいかないと出たことがないみたいな。意外と、意外と長持ちしたね。子供のことだけは、ずっと前この病院で毎日は、この女の子の日に整形しました。整形は自然ですけど、手がでかと思うとして、教育はどこの場合に差し金がさらわがしないし、仕事さらわがしない、今だとタイプライト人権に合うと思う。整形してるかんだ、歌って。それちょっと知らなかったな。でもまあ、あの子は多分、本物だと、俺は思ってる。しかし、楽をして、ほんとスケベだよな。俺も大概スケベだけど、あいつはすげえわ。まず、石原、なんだっけ。石原なんちゃらっていうおばさんと付き合ってたんですよ。まあ、彼女が、あれですよね。若くて JK の時かな、付き合ったんですよね。あ、それ森本レオか。まあ、あの辺ちょっとわかんないね。ちょっとごちゃごちゃなんだけど。でもまあ、どちらにしろ、まあ、上で何の、いろんなものだと知りませんっていう JK をですね、食い漁る悪い大人たちの一人だったわけなんですけど、まあ、
それで最後は俺の力だろうな。すげえだわ。王道だよな。スケベな男の王道はいつは、玉木教授ですね。うん。突き進んでいるっていうことなんだろうな。俺もそういう人生を見たかったっていう。ふにゃんって言うね。まあ、いずれ、俺もそういうことをですね、していきたいなっていう、ふうには思ってるけどね。そうそうそう。やっぱ男のロマンじゃないですか。そういう、ね。いい女を買うっていうね。俺は、男のロマンだよな。っていうふうに思ってるんで。全然、いずれね、買おうかなと思ってますけどね。でもね、玉木ほんとスケベだよなって思う。でもね、玉木もスケベだけど、俺も相当スケベだからね。で、多分歌うまいやつ、スケベなんだろうなっていうふうに、思ってるんだよね。多分、まあ歌うまいから、スケベになるのか、スケベだから歌うまいのちょっと僕にはわかんないんだけど、どんだけセックスしたんだろうなっていう、そこだけ気になるな。1万回ぐらいしてんじゃないかなっていうね。いやー、そういうふうには思うけどね。そうそうそう。で、ちょっとまあ、青田のり子なんですね。歌ちょっとね、聞いてみようかなって、ちょっと思うんで。ちょっとまあ、曲は流せませんけどね、ちょっとね。私がちょっといますね。確認してきますので、ね、ちょっと聞いてみますね。ね、ああ、なるほど、こういう感じですね。ね、なるほど。なるほどね。なるほど、なるほど。はいはいはい。そういうことですかね。オッケーオッケー。なるほど。はいはいはい。なるほど。はい。あ、そういう感じですか。なるほど。まあ、普通でしたね。はい。全然普通でした。はい。まあ、というわけでね、まおたのりこの曲は普通でした。はい。これね、誰も買わねえかな。いや、誰かは買うかもしれない。だから、まあ、この彼女のね、ライブに、来る、ファンのうち何人かかる。ってことなんで、まあ、次のね、ニュース行きたいと思うんですけど。リアチェルがね、これから子供を作ることがないと一人も救えについて思う方ということで、現在4歳になる男の子を育てる、
結構とリュウチェル、まあ、この人と環境に干渉したけど、これまで通り3人新しい家族の形を築いていくということなんですけど、まあ、まあ、その厳しい声もありましたが、僕のことを応援してくれる方がいて、とても感謝し、とても辛いかったですが、あ、10月からファンクラブを復活したんですが、そこでファンの方と交流することができる。これまでですね、繋がってきました。やはり直接会って繋がると、絆がより深まる感じがあります。僕が話してるときに、真剣に聞いてくれたり、温かい話を向けてくれたりします。とても辛い時期もありましたが、温かい声があってパワーもらえ、強くいられたと思います。今後も、イベントを増やして実際に会える機会を増やしていきたいと思っている。なので、家族も増えたし、息子にとって僕は唯一のパパです。僕にとっても。これから子供を作ることはないですし、かけがえのない、たった一人の存在です。こういうパパでいないといけないというものなんですが、息子の大事を理解してきて。ということで、パパっていうことなんだけど、顔面見たけど、パパの顔はしてないなっていう。いうふうに思いましたね。二度と女とセックスはしてないよ。でも彼女っていうか彼、すごいな。わけわかんねえな、ほんと。男、なるほどな。受けたの立ち直り、両方いけるの。チーム受けるよってことで。経緯なのか、男同士じゃ無理なんだよ。とは一緒やねんとか。男しか無理。すげえな、でも、子孫のエネルギー、子孫の残すエネルギーがすごいな。性欲だけで生きてる気が本当に、ビアンの方が精神面でサポートしちゃって、それ。こうやってワードはするけど、すごく人を傷つけるな。なるほど。なるほどね。すごいな。自我が強すぎるってことなんだ。すげえな。でもまあ、すごい、ほぼ、ほぼってこんなに性欲旺盛なの、さらに。多様性話すね。女と付き合っても結婚しないでってことは汚いってことで。一人呼ばれすぎてこの日やだと。家族も壊してるけど、他の人とセックスはしてるけど、家族も壊してるけど、あれでしょ。なるほど。でも、なんだろうな。女みたいなルックスで、女を引き寄せる。超絶、ナンパしてるのかな。俺はね、クッキーの息子だったって想像してみることがね、たまにあるんだけど、まあ、そうだな、どうなんだろうな、っていうところですよね。
続きまして、クロちゃんがですね、試験後年代神経構成で入作にした恋人リチェの愛情に、意気悪くネタ説は、して、まあ、さらばアイドルグループのね、もちろんリッチと久保さん、さっさと10年ぶりのポイントのアブラセル。さらに、ここでシルスキップしない人なので、なるほど。8から1状況か。再三は一色か。以上、私が幸せにして、私はこれちゃんが幸せに思わせる。と言われて、特徴の皆さんと共に様のチャンネルをし、以前からやる。ああ、なるほど。うん。なるほど。なるほどね、うん、まあ、そうね、まあ、やっぱり、有名だから、まあ、あるんだろうな、付き合いたいなと、まあ、うん、っていうふうに思いますね。まあ、気持ちいいな。おかげでも全部でもスタンドミが分からなくちゃって分かるんですから、ね、言うほど金持ちではないんだろったらくちゃん、まあ、うん、もうちょっとこいつのちょっと水着のね、画像をちょっと確認しようかな。うん。ちょっと確認しますね。ちょっとまあ、なんか、どんだけのもん持ってるのかっていうより、まあ、どんだけのもんかによるような、説得力によるような。うん。ちょっと確認して、ちょっと皆さんにちょっと報告したいって聞きたいなっていうふうに、ん、思いますね。はぁ、うん。まぁ、あ、ちょっと見ました。はい、見ました。はぁ。ああ、なるほど、なるほど。これね、こういう感じか。こういう感じなんですね。なるほどですね。いや、全然ありですね。ね、ありですけどね。ということで、久保ちゃん、つくなあいつなんであいつ、うんうん、っていうことっすね。あのデブなんであいつ調子こきすぎたらこのデブ、まあということですね。気象に残ってたな、うん、でもこれ見るとやっぱりこんなにも性欲があるなっていうよな、うん、だってこんなデブでハゲでね、誰がこんな
キモすぎるやん、こんなダフェンコスメって男側からすると思うわけ。だから実際、こうして女が結婚したいっていう、うん、思うっていうことはですね、ってことはですね、ほんまにもね、性欲なんだなっていう、思いますね。はい。いいじゃないですか。ねえ。めちゃめちゃ好きなことしていきたいね。ね。そうだね。っていうことでね、全然、素晴らしい話でございます。はい。でもね、エロいね。いやらしいわ。はい。全然いやらしいな。ありだな。これありだな。全体的に見てありだな。うん。で、まあ、そう、相手の、奪ってやろうかなみたいな、うん、思いますね。思いますね。どういう感じになるか、どういうリアクションになるのか、っていうところはね、思ってるし、そんな感じですかね。まあ。わかりかし、まあまあいい、理由でしたね。はい。ありですね。ありがありだったな。まあ、あり、では、あった。実際もね。まあ、そこはあえて、まあね、ちょっと俺が奪っていいなっていう。思いますね。ということでございました。ありがとうございました。リモート白川レイダーですね。リモート白川レイダーですね。デビューしたってことで。白川の花田雄一が一人過ぎ、2016年がデビューして、いずれにされたらただでさえ批判されやすいという白川の兄貴のせいをデビューするのにやりにくいな声が知られてしまっているということで、高野川のコーナー、2018年に10月に離婚したけど、神奈川の間に長男が雄一、長女、そして次女の白川の3人の言葉を言ったんです。白川はですね、彼女がポカポカでレギュラーを務めるので芸能界デビューを果たしているので、白川のデビューに兄が近づくということです。歌手や俳優などの勇者でやってるやつ、それぞれの才能を開花せず、ちなみに靴職人についてはですね、2022年いっぱいで、新技術を一旦休止している、後ろから家族共演を演じているということで、無縁すぎた兄のパグロということで、妹が大好き、ライザー結婚したいということで、僕の意見、妹と一緒にお風呂入って、チューとかしてるということでございますけれども、これについて思うことなんですけどね。気持ち悪いといえば気持ち悪いけど、でもやっぱりなんだろうな、堂々っていうのは素晴らしいことだと思いますね。ということ、いい意味で言えばということだけれどもね、まあなんていうかでもね頑張ってほしいよね。靴はいろいろやってるけどね。いろいろやってるけどね。まあ、靴も一つのアートだとは思いますし、だから全然いいと思うんだけど。ただ一つ言えることは、この人の靴は、めちゃくちゃ硬そうってことですよ。